パート2ですね、人間と、宇宙生物の問題ですね。で、2ですね。で、人間が代表になって話すって言って利口に なって話す場合もあるんだけども、それは違うんです。その本人じゃなくてテレパシーで、上のね能力団体とかね、大勢の団体で知識を上げて、それから教わって話してるだけなんですね。だから役者に過ぎないんですね。台本 をテレパシーで教わってて、そのまま話してるだけなんですね。人間っていうのは能力はどんな頑張っても人間同士ではせいぜい2倍ぐらいですね。ですから班長ぐらいしかなれないです。給料も2倍以上は取れないですね。知識がないから2倍以上はなれない生物ですね。で、それであちこちめちゃめちゃ差が上下か上下があるわけですね。これは全部汚職なんですね。ね、全部汚職でね。それで、確かに代表でね、総理大臣とかなんとか代表ってね、億万長者でも代表でねなってるんですけども、利口に見えちゃうっていうのは間違いがあるわけですね。ただのバックで頭のいい人で、これ教わって話してるだけで本人は分かってないんですね。それで当然ね、教わってないで話してる時はもう全然まずいことだらけでね、聞いてはいけないんですけども、そういうことも出てきますよね。そういうことでね、まずその、人間界と、あと人間よりか強い上の生物がいましてね、その情報でもって人間はよく動くんですね。人間の頭では知能が足んないということで、生物は宇宙全体で生きてますからね、その波に乗ってないといけないわけですね。いくら人間だけで考えたって、宇宙全体の知能とか能力ってのは高いですから、宇宙は全体ではね。でまた低くもなります。めちゃめちゃ低いのも生物いますからね。で、そういう問題ですね。で、まあ人間にそれをかはそういう生物だからね、まあ今日肉食生物なんですけど、人間というのがね、約束も契約も力が弱くなってれば効かないっていうことですね。だから力負けしたらどんなことを契約したってすっぽかされるわけですね。ね、例えば借金して、ね、銀行でお金借りたって、ね、力が強くなったら借金返さなくても、ね、平気なわけですね。で力でね抑えられたら全部そうなんですね。でなんか途中でね、クレームみたいなのかけてです、嘘のクレームかけて、ね、力ずくでね、でそれで支払わないっていうこともできるわけですね。だから何でも今日肉食、普通のライオンっていうのは肉食動物ですね。トラとかね、彼は動物使わないから今日肉食生物じゃないんですね。で、まあそういうふうな地球環境ですね。で人間の場合、今日肉食生物ですから、いいことなんかしないですね。上の生物がコントロールしなければ、もうめちゃめちゃになります。公害で地球を破壊してしまいます、ね。だから、コントロールしないといけないわけです、上の生物がね。で、とにかく、人間には本当の役人もいませんからね。まあ私は本物の地球と対話
ができる前のもっと昔は、本物の王様でしたからね。ただ独立しちゃってますから、役人ではないわけですよ。民営化みたいなものですね。で、全部、ロボットかみたいな昔しまして、働かすのは全部コンピューターとロボットだけなわけですね。で、石棺って、SF 映画でいく石棺という生き返る装置を発明して、ちょうど宇宙戦争でやられちゃって、それで石棺も生き返られる装置もやられちゃって、戻れなくなって、地球の体を育てて、地球で本物の貴族をうまく見出して育てて、で私が贅沢に生まれられるようにね、本物のね、貴族ですねというかね、遺伝子があるという知能転送ですね、で現在に至ってですね。だからまだ幼稚ですけども、私はね、人間の上の生物なんですよ。で、地球と太陽が生まれる前に殺されてるんで、上の生物でね。で、今の人間の知能っていうのは、技術、ロケットとかね、かなり技術進んでますけど、1ミリの高さなんです。私の昔の技術は1キロメートルも高かったんですね。ちょっと、身近でね、殺人者が妨害も徹底しててまして、親父なんか普通の人間ですからね、私と違いますけれども、撲殺してまして、人間が全部カバーして、もともと人間と私の場合は違う生物ということでね、私に攻撃してきた攻撃に対しては絶対犯人捕まえないんですね。違う法律、上の生物だから法律が違うから